皆さんこんにちは、花子です。今日は日本の昔話桃太郎を使ってリスニングチャレンジをしたいと思います。桃太郎は日本の昔話の中でも有名な話で、日本の携帯電話のコマーシャルにも出てくるキャラクターですね。多分レベルは JLPT N4 か N3 ぐらいだと思います。行ってみましょう。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこっこどんぶらこっこと川から大きな桃が流れてきました。おばあさんはその桃を家に持ち帰りました。桃を食べようとして割ると、中から元気な男の子が現れました。子供がいなかったおじいさんとおばあさんはとても喜んで、桃から生まれた男の子を桃太郎と名付け、大事に育てました。ところで、その村には時々悪い鬼が来て、いろいろなものを盗んでいました。大きく成長した桃太郎は、鬼ヶ島へ鬼退治へ行くことにしました。おばあさんが作ってくれたきびだんごを持って鬼ヶ島へ出発しますが、途中で犬、猿、キジが順番に現れて、きびだんごを欲しがります。桃太郎は、鬼ヶ島へ一緒に行くならきびだんごをあげると言いました。犬、猿、キジの3匹は桃太郎と一緒に鬼ヶ島へ向かいます。鬼ヶ島では鬼たちが酒盛りの真っ最中で、そこを狙った桃太郎と3匹の家来たちは大勝利。鬼が盗んだ宝物を村へ持ち帰りました。はい、どうでしたか？昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこっこどんぶらこっこと川から大きな桃が流れてきました。おばあさんはその桃を家に持ち帰りました。桃を食べようとして割ると、中から元気な男の子が現れました。子供がいなかったおじいさんとおばあさんはとても喜んで、桃から生まれた男の子を桃太郎と名付け、大事に育てました。ところで、その村には時々悪い鬼が来て、いろいろなものを盗んでいました。大きく成長した桃太郎は、鬼ヶ島へ鬼退治へ行くことにしました。おばあさんが作ってくれたきびだんごを持って鬼ヶ島へ出発しますが、途中で犬、猿、キジが順番に現れて、きびだんごを欲しがります。桃太郎は、鬼ヶ島へ一緒に行くならきびだんごをあげると言いました。犬、猿、キジの3匹は、桃太郎と一緒に鬼ヶ島へ向かいます。鬼ヶ島では鬼たちが酒盛りの真っ最中で、そこを狙った桃太郎と3匹の家来たちは大勝利。鬼が盗んだ宝物を村へ持ち帰りました。この話って何の教訓があるんだろう。桃太郎のリーダーシップ、いい人を褒めて悪い人を懲らしめること、四文字熟語ではそれを完全懲悪と言います。とにかくお話を楽しんでもらえたら嬉しいです。プレミアムメンバーはこの話の日本語と英語のトランスクリプトに下のリンクからアクセスできます。それではさよなら。2019年10月14日から JLPT N2 レッスンが始まります。日本時間毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、夜9時から9時半までライブレッスンをしています。録画を見てもいいです。テキストブックはこの3つを使います。
12月に JLPT-N2 を受ける人にぴったりのクラスです。詳しいスケジュールは下のリンクから確認してください。10月14日はそのデモレッスンをするので、サインアップするか迷っている人は受けてみてください。そのリンクも下にあります。それではさようなら。